はい、森拓郎です。えー、今日はヨーグルトについて、ダイエットに良い,いヨーグルトということで紹介したいと思います。ね、ヨーグルトの食べている、まあ女性って結構多いと思うんですよ。で、それがダイエット向きかどうかっていうと、まあ実はちょっと微妙で、まあ栄養素的に言えば、えー、タンパク質、脂質、糖質、これらが普通より ちょっとどれも少ない、みたいな状態なので、なんとも言えないんですね。うん。で、ただまあ、糖質ね、砂糖とかね、そういうのがしっかり入ってるものだったら、まあ糖質、それでも多いわけでもないし、うん。で、じゃあタンパク質多いかっていうと、そうでもないし、ね、なんか乳製品だから多いのかなと思ったらそうでもないんですよ。 で、じゃあ、乳脂肪とかも多いのかなと思ったら、それも微妙みたいなところなので、まあ、ヨーグルトがいいか悪いかで言うと、まあ、デザート的に食べるならいいんじゃないっていうような感じなので、そこまで、うん、ダメとも何とも言えない、うん、まあ、いいんじゃないかなっていうようなものでしかないんですよね。うん。 じゃあ、えー、まあ、あと乳、乳酸菌ですね。抗塩素とかがどれぐらい入ってるとかって言いますが、言うほどそこまで、えー、ヨーグルト1個で、はい、たくさん入ってるわけではないので、本当に腸内環境を良くするというレベルであれば、うん、何十個も食べなきゃいけないっていうふうなことはよく言われてます。ういん、大体、うん、腸内環境を良くするなら、乳酸菌の個数で言うと、1兆個ぐらいというふうに言われたりしてますが、まあ、ヨーグルトで入ってるのが、まあ、せいぜい200億と。 かうんまあ、それよりも別の成分とかが多いもんですから、うん、まあ乳酸菌を取るっていうところでヨーグルトはそんなに効率的じゃないし、まあ、言うなれば、あのー、飲料 うん。あの、乳酸菌飲料とかなんかもそんな言うほど入ってないので、うん。まあ、乳酸菌取るなら、錠剤とか粉とか、ああいうのとかなんかで取った方が効率的かなというふうには思います。はい。で、話がそれましたが、ま、あその、ヨーグルトの中でも、ポテンシャルが非常に高いダイエット向きなヨーグルトっていうのがあります。それが、ギリシャヨーグルト。 うん、で、僕は結構本とかでもギリシャヨーグルトおすすめしてたりとかもするんですが、えっ、ー、と、僕が一番初めに、まあ、パイアニアと、パイオニアと言われている、えー、ギリシャヨーグルトのね、パイオニアと言われているこのパルテノっていうのを結構おすすめしてたんですよ。うん。で、これのいいところは何より美味しいっていうところで、美味しいんですよ。で、えー、このパルテノヨーグルトのタンパク質は、えー、100g あたりで8.9。 これが1個で 100g なんで、これプレーンです。プレーンで 8.9g で脂質が4.4。で、炭水化物 8.8g 入っているので、うん。で、この、 ギリシャヨーグルトって普通のヨーグルトと何が違うのかっていうと、絹ごしヨーグルトとかっていう風に言われていて、えー、本来あるヨーグルトって、えー、そのタンパク質の成分がホエーと、あとカゼインっていう二つの、まあタンパク質の成分があって、その中でも、えー、ホエーってホエープロテインとか、プロテインとかの成分ですよね。その、その分を取っちゃう。<laughs> とと取っちゃうんかいっていう感じなんですけど、よくヨーグルト開けたらさ、上の方になんか、水みたいな、 ちょっと濁った液体とかあるじゃないですか。あれがホエーっていうやつなんですよね。うん。だから牛乳からそ,そのホエーの部分だけを抽出したのがいわゆるホエープロテインってやつなんですが、ギリシャヨーグルトはその部分を あえて取っちゃって、で、逆に他の、えっ、ー、と、乳脂肪だかとか、糖質だったりだとかも取っちゃうので、えー、カゼインだけが残った状態になるんですよね。なので、まあ、高濃度のタンパク質が取れるっていうところと、脂質がある程度取り払われるっていうところで、うん、あのー、結構濃厚で、高タンパクなタンパク、あの、タンパク質が取れ、高タンパクな、えー、ヨーグルト。 ということで、まあ、本当に、ちょ、特徴としては、クリームチーズみたいな感じで、こう、ヌメット。ヌメットじゃないな。その、ドロドロっとしてなくて、こう、すごい固形で出てくるんですよね。うん。なので、あの、濃いめが好きっていう方には、このクリームチーズとかが好きっていう方には、このパルテのヨーグルトが非常におすすめだなっていうところなんですが、これが、まあ、流行り始めた時に、ほどなくして出たのが、オイコス。オイコスが出たんですよ。 うん、で、このオイコスのすごいところは、タンパク質9.7。さっきのパルテノが、えー、8.9なのに対して、えー、オイコスは9.7で、しかも脂質0なんですよ。うん。なので、栄養化的に言ったら炭水化物は12.2で、まあ多分味付けの問題でしょうね。ちょっと糖質、砂糖かなこれは原材料のとこ見ると、 えっとあ、砂糖が入ってるので、砂糖が入っている部分、ちょっと糖質が多くはなってきちゃうんですけど、えー、100g あたりのカロリーはこっちが110に対して、えー、脂質がこっちが0なので、90kcal、えー。と90いうことで、まぁ、あ、20kcal ぐらいかな。 うん。2 0ロカロリーですね。あのー、こっちの方がカロリーは少ない。まあ、まあ、知れてますけどね。うん。ただ、ポテンシャルとしては、こっちはもう約 10g のタンパク質が取れるっていうことで、まあ、ボディメイク的なところではこっちなんですが、味的に言うとどうなのかってうと、同じギリシャヨーグルトなんで,なんでこんな変わっちゃうのっていうとこなんですが、僕ね、実はこのパルテのヨーグルトの、あのー、 なんですか広告というか、それを一度やらせていただいたことがあって、まあ、それもかなり前なので、今ね、他のやつ出してきていいんかって感じなんですけど、別にいいんです。はい。あの、特に今ないので。はい。なんですけど、えー、聞いたところによると、このパルテのヨーグルトは、絹ごしらしいんですよね。なのですごく丁寧に作られてるから、えっ、ー、と、そのヨーグルト特有の、こう、まろやかさとかっていう味をすごいこだわっているっていう風におっしゃってました。 はい。で、逆にこっちはどうなのかっていうと、えっ、ー、と、聞いたのは遠心分離。遠心分離っていうのは高速でぐる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 って回すことによって、えっ、ー、と、成分を分離させてるんですよね。うん。なので、濃厚さで言うと圧倒的パルテノです。だから僕は好きなの、は味が好きなのはパルテノです。全然舌触りが違います。なので、こっちはザラッとしてるんですけど、こっちはクリーミー。 みたいな感じになってくるので、一度食べ比べてみてほしいなと思うんですけども、ただね、こっちも最初、もう全然なんかカスカスして脂質もゼロだからか、なんか、そんなになと思ってたんですけどす、ここ数年味が非常に良くなってきてる感じがします。なんか改善されてる感じがするのがオイコスですね。ボディメイク的にも栄養価的にもこっちがかなり今押されてるかなっていうとこなんですが、 ただ、そこのところに、ここ最近出てきたやつがいるんですよ。ここ最近出てきたやつ。それが、これ。えー、タンパクト。タンパクト。はい。タンパクトっていうやつなんですけど、おそらくこれもギリシャヨーグルトだと思うんですけども、えー、なんと 12g。12g のタンパク質が 取れるのがこのタンパクトですねこれもプレーン味で濃縮タイプで砂糖不使用なので、えー、成分で言うとタンパク質 12g で脂質が0で、えー、炭水化物 6.2g なので、えー、純粋にタンパク質を取りたいっていう方であればこれほどいいものはないというとこですねだいたい、えー、プロテインのドリンクを飲んだら1杯あたり 20g ぐらい タンパク質が取れるんですけど、これ12グラムだから、うん、これまあ2個食べればかなりいいよねみたいな感じなんですけども、うん、しかもこれは書いてありますが、えー、と吸収されやり特徴を持つ保衛タンパク質0.2グラムあ、<laughs> 0.2グラムですね。あと11.8グラムは、えー、カゼインなんでしょうね。うん、なんですけど、まあ。 エリスリトールとか、まあ、ええー、と、普通に人工甘味料は、これは人工甘味料が入ってないですね。エリスリトールは、ええー、と、天然甘味料なので、あの、エリスリトールは違うんですけど、これはそうですね。いわゆる人工甘味料も入ってないので、このプレーンに関しては、まあ、添加物で香料が少し入ってますが、かなりいいんじゃないかなという。無駄なものがあんまり入ってなくて、 ここ最近で出てきた明治さんのものとしては、かなり、これのドリンクタイプは、なぜか、明治さんって、あの、ザバスっていうプロテインも出していて、なぜか、あの、液体のやつは、今まで15グラムのやつ出してたのに、このタンパクトのやつの10グラムを出してくるっていう、謎なところはありますが、このヨーグルトに関しては、そのドリンクよりも非常に、ポテンシャルも高くて、価値があって、お腹にもね、腹持ちも良さそうで非常にいいかなと。 思います。で、今紹介したのが、どれも、えー、パルテノも、オイコスも、えー、タンパクトも、全部プレーンで紹介したんですが、ここのところに味がついてくると、栄養成分がちょっと変わってきます。うん。例えばこのパルテノの、えー、ブルーベリーソース味、ブルーベリーのソースが入っていて、非常に美味しいんだけども、えー、と、これのタンパク質が6.8で脂質3.3、炭水化物6.2なので、森永さん、これは、 ちょっと中途半端かもしんないですねっていう、うん。味はめちゃくちゃ美味しいです。味はめちゃくちゃ美味しいんだけど、タンパク質を取るよとか、ボディメイク的には、うん、まあ、最初言ったヨーグルトの、まあ、デザートとして食べるならいいよねっていうような話になってきますね。うん。まあ、だから、ボディメイク、ダイエット的にはパルテノのプレーンが一番おすすめだけど、 これだと、タンパク質が 2, 2個食べないと。うん。ただ2個を取ると今度は脂質が6.6。うん。取り付きじゃないけどね。それでも全然低脂質だから。脂質が6.6でも。うん。だからタンパク質を取りたいよ、補給したいよっていうことであれば、とか、えー、デザートとして考えてるとか、うん。どうせ食べるなら、とか、美味しいもの食べたいな、とかだったら、パルテノがおすすめです。うん。味ではこれがすごい美味しいっていうのは言えます。はい。で、えっ、ー、と、 オイコスも、まあ、これはなんだゴールデンパイナップル味で、でもオイコスはね、あんまりポテンシャル下がんないんですよ。タンパク質 9.6? さっきのプレーンが9.7なので、ほぼほぼ同じ状態で、えー、味付きのものがあるので、うん。で、炭水化物も、まあ 13.、13.3で、果汁がある分かなま、あでも、12.2で 1g ぐらい増えたぐらいですから、うん。まあ、非常に味付きのやつも、 いいんじゃないかなと思います。パイナップルの果汁、果肉もちょっと入ってるんで、うん、プレーンだとっていう方とかなんかは、これのイチゴ味とかブルーベリー味とかありますから、こういうのもおすすめかなと。いろんな味があります。もちろんパルテノもいろんな味がありますし、うん。で、えー、タンパクトの方はこの横に並んでたのがバナナ風味。これが美味しかったです。めちゃくちゃ。うん。 これは、ちょっと人工甘味料、アスパルテームとか、えー、フェニルアラニンとか、スクラロースとかっていうのが、えー、入ってますんで、まあ、人工甘味料を気にする方は、っていうとこですが、まあ、人工甘味料、ね、ほんの少量取ったところで、すごい体に影響があるとは言えないので、まあ、それでも気になる方なんかは、え避、ー、け、あの、プレーンの方にした方がいいかもしれないし、うん。オイコスは本当にね、すごいシンプルです。 うん。まあ、増粘剤とか入ってるけど、糖質は砂糖だけですから、人工甘味料とか入ってないしね。うん。なので、本当にパイオニアとしてはこのパルテの味は保証します。うん。なので、デザートとかなんかで、そこまで数グラムなんか気にしないよっていう方は、パルテのね、こちらとかなんかはすごいもう、足のクオリティ半端ないです。森永さん。はい。で、ところで、はい。で、おい子さんは、おい子さんどこの型してんのかな ダノンか。ダノンジャパンが出してますけど、ダノンジャパンさんのオイコスは、うん。これもポテンシャル高くて、もう味も色々あって、まあ今かなり中堅として、うん。食べてる人非常に多いんじゃないかなっていうのが、このギリシャヨーグルトのオイコスですが、ダークフォースと言いますか、ここ最近力を伸ばし始めようとしているのが、このタンパクトなんじゃないかなって思いますね。うーん、こいつ。 ちょっと侮れないです。だってこの味付きのやつも 12g しっかり入ってるからね、タンパク質。で、脂質ゼロですから。素晴らしくないですかうん。こういう結構高タンパク食品ができ、出てきてるので、コンビニとかなんかで何食べたらいいのかわかんないって時に、タンパク質はね、意外と取ろうと思ったら取れるんですけど、タンパク質取ると脂質が高いものになって、カロリー自体が高くなっちゃうんですよね。 うん。なので、タンパク質取るときにやっぱ気をつけなきゃいけないのは、えー、脂質です。なので、肉とかを食べてもいいんだけど、その肉を食べると、脂質がどうしても付きまとっていっちゃうっていうところが問題になるので、低脂質な、まあね、代表的なところで言うとささみとか胸肉とかあるけど、そんなささみと胸肉ばっか食べてらんないじゃん。 うん。別に鶏もも肉でも全然低脂質なんだけど、ただ牛肉とか豚肉とかなんかで、ヒレ肉とかだったらいいんですけど、なかなかもも肉とかでも、まあ刺しの入り方とか、なんかそういうのをね、あの、肉の種類によるんだけども、うん。意外と低脂質じゃなかったり。ね。ハラミとか、えー、タンとかなんかは結構脂質多いんですよ。なんか気づ、気づかないというか知らない方多いんですけど、うん、調べてみて。脂質結構多いから。うん。 100g あたりで、うん、結構な脂質の量だった気がするんですよね。うん、1食あたり、やっぱり脂質は 20g 以内に抑えたいところだったりするので、15g、うん。 10g ちょっと超えぐらいまでに抑えたいところなので、脂質をそんな取りすぎたくないっていう場合に、ギリシャヨーグルトは非常に役に立ってくれるのかなと思うので、うん、もうヨーグルトでもう一品とか、ちょっと小腹足したいなっていう時に、えー、ギリシャヨーグルトは非常におすすめなので、えー、選んでみてください。はい、いろいろご紹介させていただきました。